ってほしかったんですけど、まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番のグラシアルが入っています。まずは簡単にストライクが来ました。打った、伸びていく、どうだ、入れません。そのままスタンドに入りました。先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、白球高々と舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。高めに浮いたストレート、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ホークスが先制しました。2対0になりました。頼りになる男がやってくれました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー本当に見せてくれますよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。そしてバッターボックスにはデスパイネが入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。それではバットが出ません。ストライクです。ボールになります。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんですか？強烈、ぐんぐん伸びていく、突き刺さった、デスパイネ先制満塁ホームラン。エースに先制点をプレゼントします。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。ホークスが先制しました。4対0。これが主軸の仕事。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか？そうですね、とにかく落ち着きたいですよね。ここは慎重に行きたいところ。さあここで先制点を奪うホームランが飛び出しました。いや、うまく打ちましたね。これはこの一発で初回から先制点を奪っています。まずはホークスのエース千賀がヤフオクドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。西川が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。さあ2球目は何か。インサイド、打球はセンターへ。柳町抑えてワンアウト。バッターは小深田。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。3番バッター浅村、ツーアウトランナーありません。この回の千賀4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。これは手が出ないか。ライト方向を流しました。ダイビングキャッチ、素晴らしい反応です。この回イーグルス三者凡退です。